やっと20人ブシブレの100人切りやってるような感覚だな。あれは1対1だけどな。乱戦タイプこれで終わりにしてほしいんだけどきついよな。ヤワハダハンターの異名。何？かっこいい。ギースの当て身投げみたいな。やったわね。それ。終わっちゃうんじゃないの？終わったよ。長かった。長えわ。レイは二次元の話か。それより様子はどうだ。なんだ、ノリの悪いやつだな。ここは問題ない。この上も見てきたけど誰もいないみたいだぜ。この辺は日が当たりづらいからかな。え、でもそれだと影足がいない説明にはならねえよな。よくわかんねえや。にゃっぴ。いくら？いくら？3万か？うん？白き翼を持つ者、安村じゃん。ああ、僕が一番うまく段ボールを切れるんだ。なのにあいつは僕よりもうまく段ボールを着ている。間違いない、やつが来たんだ。白い翼を持った段ボール。何を言っているんだ。また公園か。あの人を脱がしたい。本当にあの人を脱がしたくなってきた。でも悔しいけど僕は負け犬なんだな。誰が二度と段ボールなんか着てやるもんかよ。だから君に頼む。僕の代わりにあいつを脱がしてくれ。まだ UD プラスにいるはずだ。しっかりしろ。君は強いオタクじゃないか。
ガンダムのセリフ、いろんなのパロってんのかな。いた。いたわ。ウィングガンダムじゃん。ヒーロー。ウィングガンダムじゃん。ターゲット、ロックオン。必要ないのだ。秋葉原に貴様は、お前を脱がす。意味がわからない。ツインバースター持ってる。おふざけやな。しかも銃撃たねえのかやってる。そろそろいいかな。いいねー。いくぞ。いける。まだいけないか。これははめろ。いける。いける。頑張れば。なんてやつだ。ストライクガンプラス2。武器はストライクなのか。強いんかな。どれだ。どこかわかんない。あった。弱すぎて目に入らんかったわ。あ、機動装甲頭部の方が上になってしまった。ガンダム、よくこれ大丈夫だったな。お待たせ。行きまーす。ぽい。見つけたぜ。突き槍。あ、仲間だった。こっちは機動戦士なんだぜ。消えなさい。カメラがアップになればなるほどやばい。まだ頭装備があったか。いてー。いただき。あと2体。いいぞこれ。
終わりや。出て行きな。ポツリが更新されている。久々やな。おい、アホ。オービル？オービルの中にいるのか、容姿は。こいつらが実は繋がっていたなんてな。なんか光ってる。Yes. オールクリア。秋葉原の街、我々大好きだから戦うよ。僕、軍隊いたから平気ね。強い。元軍人かい。あ、君か、チケットが入れようかい？いや、本当は面倒ごとはごめんなんだけどね。君のおかげか、おじさんも最近目が覚めてね。殴られたりするのがたまらなくいいんだ。まあそんなわけでここは任せてくれ。おじさん、大丈夫、私たちがついてるから。ゴスロリそれ以上言うな、消されるぞ。行こう。やべえ、これじゃカッコつかねえな。これはこれは、ルイ様、このナイロの手をかいくぐり、よくぞここまで。母さんに話があってきた。どうして？そちらの方は？ガンダムです。彼は、俺がガンダムだ。なんて言ったらいいかな。機動戦士で通じる。恋人。でもさ、それって、それにあいつらに言うってことは、母さんや姉さんに言うも当然で。もうキスまで知ってたじゃない。だからあれは、あ、やばい、君を助けるためだったんだから。そういうのじゃなくて。怒ってる。おこなの。もういいよ。彼は私の、もう何でもいいでしょ。どうして？ん？今何でもって言ったよね。ルイ様が血を与えた人間ですか？血を与えた意味深。知っているなら残念ですが、あなた方をお通しすることはできません。あ、なんで？なぜ？セナ様とマナ様のご命令ですので、ルイ様を絶対に容姿様に会わせてはならない。え、裏切ってるじゃん。姉さん、ルイ様は人間に寝返った裏切り者。容姿様が何と言おうと始末するのが適当であるとも聞いております。やばい、セーブしてくるんだった。そして血を吸い、我らのまがい者となった人間もまた危険人物であるからして、決して容姿様に近づけてはならぬとのことです。しかし裏切られたとはいえ、ルイ様は次期容姿としての資格を持たれるお方。我々は戦いたくありません。戦ったところで勝てないしな。このままお引き取りいただければお見逃しいたします。いかがですか？末端がそんなことを持ちかけるとは。
一旦飛行、セーブするために。でも、こうしている間にも秋葉原で戦いは行われている。早く何とかしないといけないんだよ。には悪いけど、力ずくでいく。ちょっと待って、通してもらうよ。残念です、ルイ様をこの手にかけることになろうとは。ほならね、選択させるなって話でしょう。そう、私はそう言いたい。舐めないでよ、私だって影足の一人、戦闘訓練も受けてる。では参ります。正々堂々行くよ。まあ待てよ。うん、兄さん。ルイは邪魔だからな。お袋に用があるってんなら、お前はさっさと行っちまえよ。俺とこいつはちょっと話がある。察しでか。ユル様、しかしここはトースナとセナ様とマナ様からのご命令が。かあ、うるせえな。あんなマザコンの姉貴どものわがままに付き合ってられるかよ。女でマザコンって珍しいな。まるで人間のような甘さが昔から大嫌いなんだよ。何よりも影足らしくね。俺からの命令だ、ルイを通せ。しかし、しつけえな。そもそもルイはおじきとおふくろから戦闘訓練も受けてるから、そこそこ強いぞ。一人ならともかく、横のクソがいる今、お前らだけでどうにかなると思ってんのか。クソ。こいつは姉貴どもを一度は退けている。この俺をもな。いけるい、お前は目障りだ。行った方がいいのかな。いかん、危ない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 。確かに一刻を争う事態だけど、これって絶対。兄さんは、お、後で必ず追いつく。うん、そうだよね。行くね、無事でいて。これで余計なのはいなくなったな。妹は大事か。なんだよ、ルイから何も聞いてねえのか。俺たちは人間とは違い、親兄弟とベタベタ馴れ合いはしねえんだよ。姉貴どもは変わり者だからな。気持ち悪いったらね。ルイは邪魔だから行かせただけだ。あいつ、お袋を殺すかもな。それはないでしょ。姉貴もそれを警戒してんだろう。ルイもそれぐらい考えているはずだ。なんせそうすれば養子の資格を持つのは自分だけ。俺や姉貴はともかく、末端連中は血に従い、おのずと配下となる。マジ？あとは好きにできるだろう。そんな、今すぐ養子様のところへ向かわなくては。俺の読みじゃ、まだルイはお袋よりは弱えから安心しろっての。こいつらこう慌てちゃいるが、実際お袋が落ちんだら平然とすぐにルイに従うはずだぜ。自動で？それが影足っつう種なのさ。面白いだろ。完全に女王ありだな。さてと、他に喋ることもねえわな。やるか。おい、お前らも暇なんだろ。手伝え。察しじゃねえのか。さて決着だ。三連星かい。今回ばかりは手加減も油断もおごりもねえ。正真正銘の戦力だ。生きるか死ぬか、二つに一つ。行くぞ。ユーの極意をマスターした。行くぞ。いて。ここだ。返されたの。ユー何もしてこないで。いてスラスターをやられたか。痛い。何？あ、姿がやばい。
バレてしまう。僕がガンダム乗りだっていうことがバレてしまう。やべえ、こいつは強いぞ。レンスト瞬殺じゃねえか。ここまでだ、早くどこか行け。なんだって。ぶっ飛ばされるうちにな。ここまで来て俺を見逃そうっていうのか。どこまで甘いやつだ。まあいい、今回はそれに甘んじるさ。逃がしたことをまたか。後悔しないようにな。狂った時の森重、甘いやつの意味を獲得。動けないけど。ああ、びっくりした。ここでフリーズかと思った。またメイド乱戦やらされるのかと思ったわ。